穴子のふっくら煮の作り方です。今回使用するのは銀穴子という小さな穴子です。皮を上にして重ならないようにまな板の上に並べます。熱湯を回しかけます。白いネバネバが出てくるので包丁の背を使ってこすり取ります。煮やすいように半分に切ります。フライパンに醤油大さじ4、砂糖大さじ4、酒大さじ4、みりん大さじ4、水 400cc を入れて一煮立ちさせます。砂糖はうちでは黒砂糖を使用していますが、ザラメを使用すると良い照りが出ます。穴子を入れて濡らしたキッチンペーパーで落とし蓋をし、中火で20分ほど煮ます。穴子が煮えたら穴子を取り出してから煮汁にとろみが出るまで煮詰めます。煮詰めた煮汁を穴子に回しかけます。お好みで山椒を振りかければ完成です。今回は小さな穴子を使用しましたが、太い穴子を煮るときは30分ほど煮てみてください。濃いめの味付けにしていますので、穴子丼にしてもちょうど良いです。よかったら作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。